ればと思います。率直にストレートにお聞きします。これはですね、1枚だ。いいですか、それだけです、はい、そこの黒いところはですね、二重取りと書いてあったんですが、民主党 の、 あの与党の理事さんの強いプレッシャーで二重取りのところ消されちゃったんです。ですから分かりづらいと思いますが、平岡法務大臣、先日法務委員会で私が質疑したところ、詐欺、公金詐欺の前科がある方を公設秘書に9月に1日に登用し、9月の2日に大臣政務秘書官にした。しかしその方は9月の公設秘書の給与と9月の大臣政務秘書官の給与と二重取りしてるんです。これはなぜ、なんて言ったら二重取りがダメっていうなら、なんていうんですかね、二重支給ですか、二重受給ですか、民主党の用語だと。その二重取りをしてるんですが、これは総理、こんな方を法務大臣にしててよろしいんでしょうか。総理どうぞご答弁をお願いします。平岡法務大臣、まず経過を説明してください、うん、総理にお答えいただく前にですね、ちょっと事実関係誤解もあるかと思いますので説明させていただきたいというふうに思います。今の田中委員が言われた点はですね、法務委員会で、指摘がありまして、私も調査をさせていただきました、ここに書いてありますようにですね、9月分の、公設秘書の給与については、9月1日に在籍をしていたということから1ヶ月分が支給されていたということでございます。これは仕組みとしてはですね、衆議院の公設秘書については月割りで給与が支給されるという仕組みのためでございます。それから大臣秘書官給与についてはですね、これは9月2日から採用しておりますので同月の16日に今支給をされているわけでありますけれども、大臣秘書官については日割り計算で支給されるという仕組みになっているということでございます。突き詰めて言えばですね、大臣秘書官については日割りでの支給、公設秘書については月割りでの支給という制度の違いによってこうしたことが生じたことでございます。ちなみに言いますとですね、公設秘書としての公認者、私の事務所に今いるわけでございますけれども、そのものに対してはこの9月分の給与は国からは支払われていないということでございまして、決して税金の二重取りではないというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。このような状態になっているのはですね、何も私のところだけが特別にこうなっているということではなくて、制度としてこういうふうになっているということでございますので、まあ、似たような状況はいろんなところで生じているのではないかというふうに推測をさせていただくというところでございます。田中君、いや、ちょっと平岡大臣の感覚を疑うんですがね。事実関係として今ようやく平岡大臣と官房長官のご説明で分かってまいりましたけれども、これ二重取りというちょっと厳しい言い方で示談してしまう前に制度上生じてしまう問題だということでございますので、これを踏まえてどういう対応するかだと思いますが、今官房長官お話になったように日割りをベースで対応するというのはこれから基本ではないのかなというふうに思いましたし、これ歴代こういうことが起こってて、別にこの民主党政権だけではなくて前からあったんだろうと思いますが、今そういうご指摘もあったんで、これは超党派で議論する テーマかもしれません。国会議員の公設秘書の給与に関わることでありますし、政権交代はこれからも起こることでありますので、そういう協議は大事だというふうに思います。田中君、ちなみにそこまでおっしゃるならば、自民党政権の時代にこの二重取り問題に気がついて秘書さんに公設秘書の給与、その相当分の日数を国庫に返納するようにというような自民党の大臣がいたときに、あなたはどうするんですか。あなた方はなんで藤村官房長官が言う通り制度の問題点を指摘されているながら制度で許されるから二重取りするんですか。やっぱり常識からすると返させるもんじゃないですか、返却を。9月の、ね、藤村長官今うなずいていらっしゃいますが、もう一度総理の常識を問いたい。給料を衆議院と大臣秘書官と両方もらっていて制度がそうだったからいいっていうのは野田さんの常識でしょうか、それともやっぱり返すべきでしょうか。総理をお願いいたします。野田内閣総理大臣。自民党の頃にどの大臣がどういう形で対応したか全てつまやかに分かりません。田中さんがその時に秘書さんに返納させたのかどうかも分かりませんけれど、それは個人の良識の問題ではなくて、こ
雇用制度の問題が根底にあるということを踏まえた対応をそれぞれの良識じゃなくてですね、これからはすべきではないかということを申し上げたいんです。田中君、まず個人の良識だと思いますよ。給料を二重取りしちゃいけないってのは個人の良識でしょう。で、仮にそういう制度があってもやっぱり返させるというのは常識ありませんか。私がですね、議員ビルなんで調べた限りでもですね、同じように二重取りされてる可能性がある大臣がたくさんいらっしゃるんですよ。大変残念なことに、制度の二重取りは制度としておかしいと言った時にうなずいてくださった官房長官、安住さん、あなたの大臣秘書官もそうですね、確か平岡さんだけではなくて川端さんもそうですね、小宮山さんもそうですね、枝野大臣もそうですか、防衛大臣もそうですか、あ、山岡大臣やっぱりそうですね、やっぱり古川大臣もあるそうじゃないですか。こういった問題をきちんと総理として指導力を示して、少なくとも私はですね、平岡大臣にこの質問をしたときに二重取りに気がつかれたからすぐに返却させたと思ったんですよ。今申し上げた大臣の中で9月分の二重取りになる分は国庫に返却されたという大臣がいらっしゃったらご答弁をいただければと思います。